ポール・アザールポール・アザールは、フランスの比較文学研究者、思想師や、フランス北部のノール県ノルディピンに生まれる。父と祖父は小学校教師。ポールが通った高校は現在彼の名前を冠して、リセ・ポール・アザールを名乗っている。1900年に高等師範学校に入学。1903年に、文学のアグレジェを取得。1910年、論文。 フランス革命とイタリア文学1780年の1815年により博士号を得た。1913年からリオン大学で教える。第一次大戦勃発による授業中断を挟み、1919年からソルボンヌ大学教授。1925年からコレージュとフランスで比較文学を講じた。主張。 ヨーロッパ精神の危機は1935年の出版。17世紀の古典主義の世界観と18世紀の啓蒙思想の世界観との創告をフランスのみならず、ヨーロッパ全土にわたって描く壮大な見取り図を提供した。1920年代からたびたびアメリカの大学で教える。1932年から1940年までコロンビア大学客員講師。 しかし、第二次世界大戦勃発に伴い、1941年1月に帰国した。帰国後、ソルボンヌ大学総長に押されたが、ナチスの反対で実現しなかった。ナチス占領下で病に苦しみ、パリ解放の直前である1944年4月12日、パリで死去。1940年には、アカデミーフランセーズにも選出されたが、 戦時下で会合が中断していたため、一度も出席することはなかった。母語である、フラマン語を愛し、フラマン語教育、普及運動に参加した。ありがとうございます。